どうもです。歌舞伎のおはようございます。羽生さん情報がまたまたすごいです。そして今日は乗っての E プラス先行予約の登録発表日です。確か12時からだと思いますと、え次々と情報が出てきて、何が何,何,が何なのかよくわかんなくなってきてますということですね。本当にね、あの、整理つかなくなっちゃってますね。でこれは、えっと、登録発表ということなんで、ちょっと緊張する日ということなのかな、今日はね。もう発表結果出てるかと思いますけどね。 果たして結果はいかに詰めていきましょうコメント。ねもみかわさん、リプレイ横浜あまりにもチケットが取れなくて、えーおん、大落選祭りとか、えー、全滅の死者とかですね、ハニファンが言ってます。えー、スポーツ台場だ談話室のチャンネルさんより、さすが羽生結弦さんです。良きかなれをいいめみたいと 海外からのお客様がさらに多いのかな。日本観光に来ていらっしゃるお客様はですね、欧米人が多いですと。そうですね。えー、リプレイ横浜グッズにモコモコ夜空のスヌードですかいいな、ポジります。私はテレビ観戦組、えー。2月19日月曜最終日、CS テレ朝の生中継に絶対か事りつきます。テレビ観戦でさえ邪魔が入らないようにするのは大変なものがここにいますと。 ね、お一人様いらっしゃるということですね。ねあの、ちょっとね、まあ、あれですけども、意外にこう欧米の方が多いということなんですね。えー、なんかア、アジアの方が、ね、多いのかなと思ったんですけども、欧米人が結構多いんですね。うん。ねということみたいです。うん。皆さん、連投です。 おととい、東京にいる友達と久しぶりに会いに行きました。せっかく行ったんですから、後での恵比寿で行われている、あ,あアイらのパネル店と品川駅の大回路に出ている、のっての広告交通広告を見てきました。あイらのパネル店では、マグマの赤い羽生さんを見てうっとり、妖艶で怪しい雰囲気が出てました。お仲間さんが何人かいらっしゃいます。 アイラでの写真の他に何点かえ、えっとね、競技時代のパネルも何点かありました。そして品川行く前に牛タン定食のお店があったんで、そこでお友達と一緒にランチもしました。牛タンは柔らかくて美味しかったです。そこで友達と近況報告をして、久しぶりの再会を喜び合いました。私が羽生さんの推し活をしているというと,言うと、意外だねと言われました。 何ででしょうかね。その後、友達と品川駅へ、大会道へ行くと、そこにも何人か写メで一生懸命撮ってました。うん、で、この広告何社、何社かの広告が入ってきて、場面が次から次へと変わっていきます。NEC の広告の後に、羽生さんの乗って,乗ってがと流れてきます。羽生さんが登場すると急いで写メを撮りました。よく見ると、星が流れて綺麗でした。日、うん、テレさんといい。 テレ朝さんといい素晴らしい交通広告出してくださって感謝していますということだそうですね。なるほど。うん。とてもなんか綺麗な感じですかね。でも友達か意外だねって言われたらちょっとね、なぜか,なか好きになっちゃいます。うん。はいということで。うん。ようさん、えー、カブ君カブ君、今日は乗っての登録発表なんです。緊張しちゃいますね。あもうすっかり弱気当選したら喜びのコメント入れますね。まあ、まあそうですよね。 はあはあ、3日のうち1日でいいからお願い。うん。せばね。ねちょっとすべての、あの、運を今日にね、なんだ。ね <laughs> どうなんでしょうかでも、もうこれ8時間前のコメントですね。今もう来ちゃってるのかな。ねちょっと見ていきましょう。うん。レモンビカーさん、このお話はもうでにどなたかコメントをしたかもしれないですが、アメリカの女優のエマ・マイヤーズさん21歳がインタビューで、セレブと1日だけ入れ替わるとしたら誰になりたいと聞かれ、 うん多分ん、ゆずる羽生。そうですね、えー。彼は本当に素晴らしいフィギュアスケーター。オリンピックメダリーストなのよ。と答えたそうです。あ本当ですかうん。えー、エマ・マイヤーズさんは、インスタグラムのフォロワー数、1123万人のインフルエンサー。すごい、すごいですね。けなっちゃいますね。えー、ゆずる羽生は世界で有名なアスリートなんですね。へえー、面白い。エマ・マイヤーズさん、すごいですね。えー、その方が何羽生君になりたいって言ってるんですね。 へえ。な、なんだろう、ね、すごいですね、なんか。でも、羽生君になると結構あれですよ。大変ですよ。うん。ね、多分ね、いろんなことが分かると思いますね。うん、あのー、ねうん。えー、ヨウさんや。やっぱ、その、涙メじやめてください、ね。か歌舞ん、乗ってスタラダ花咲かせした。なんで、それは私が調子に乗って、ゆず君に近い席を狙ってるから。うん。諦めるもんですか。こうやったら、とことんチャレンジします。 ため息についてる場合じゃない。頑張ります。狭ねえということで、ちょっと残念でしたね。いやー、なかなか今回は、あのー、あの幸運、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、受かった方が少ないですね、本当に。うん。今のところ、えー、あのーと、取れましたっていう方いなかったですね。いる方、挙手をお願いします。うん。勇気がいるかと思いますけど、ね、ちょっと。 あの、匿名なんで、はい。えっと、匿名って言います。まあ、でもなかなか残念でしたね。まあ、赤道とは近いとこを取りすぎたからかな。ねえ。うーん、でもそれで取れたら逆に嬉しいからね。なかなか難しいですね。ちょっとね。なかなかこう、あの、これからの課題になりますね。需要と供給が追いついてませんからね。需要がかなり、あの、供給が追いつかないですよね。まあ、派肉一人しかいませんからね。なかなか難しいな。うん、どうしましょう。皆さん。どう,どうしましょうね。 何かやってほしいですね。何かあの対策っていうか、あの、なんかね、もっと大きい、たくさんの人に見れるようなことをね、ちょっとやってほしいですよね。うん。はい。そんな感じです。